出馬する意思は全く、ございませんでして、今お二人が、まあ、出馬表明を先に出されたということで、片方の方、まあ、応援団の中にですね、入らせてもらってたんですよ、実は。で、まあ、情勢を見てたらと相手の候補が、まあ、自民党公認というとかですね、決起大会とかいろんなことをやり始めて、ちょっと劣勢になったかなと、片方が結構厳しいかなと思いまして、どうしてもこれは勝たねばならない選挙だと思っておりますので、これはまあちょっと自分が出るしかないかなと、判断しまして、まあ、急遽、1週間か、まあ、10日ぐらい前に決めました。それで昨日政官事務所で受理されたという次第なんですけども、まあ現職の反市長を、うん、ということを掲げてですね、やられたんで、まあ、それでいいかなと思ってたんだけど、ちょっとやはり相手が強いかなということで、これはやっぱりこのままにしていくのはちょっとあれかなと思いまして、で私も2年ずっと市長選やっておりますから、市長選やってたらそれでいいんですけども、ここで流れをここで市長選というか、市議会、まあ、今も市議会ですけども、その中で結構新しい風を吹き込みながら、まあ、頑張ってきたというところなんです。でここで流れを変えないと、古い体制がまた権利のところまで、行ってしまうということがやはり怖くなりまして、ここで止めるしかないなと。古い方たちが、市会議員の古い方たちが今辞めていかれる中で、やはり体制的にまだ古い体制が残ってしまうのではないかということで、市も県も古い体制ではちょっと困るんで、それでまあ全部新しくしようじゃないかということで、まあ、市長選の今後の市長選のことも視野に入れながら、今回は中途半端と言われるけれども、やっぱりここは流れを変えないといけないというところで、まあ、無理やりというか自ら応募したということでございます。別にこれは頼まれたわけでも ないんですけれども、むしろ市民の皆様からは市議会においていわゆる言いたいこと言ってくれない人がいないから困るから、出ないでそのままにしてほしいということは聞かれたんですけども、まあ、あまりにも市議会の中でいろんなことがありすぎて、外部からですね、税金滞納問題が取り上げられましてね、大きく、まあ、それをやりたかったんでしょうね、座長さんは。座長は、あれです、高橋俊彦議員です。ああ、高橋俊彦さん、はい、そうです、高橋俊彦さんが、まあ、発案者みたいなものですね。でその中でやっぱり一番大きな問題として、まあ、議会の運営の方法とかそんなのもありますけど、一番大きなのはやっぱり税金滞納が議員の中に数名いると、議員が滞納してるという噂が立っててね、議員っていうのは市民の代表であるから、まあ国民の義務、一番真面目に果たさなければいけない立場にもかかわらず、そういう噂が立ってしまって、
はきちんと払って支払ってる側となんていうか同類行と思われるのが嫌だから、まあ、これは納税証明書というのを議員の中から出そうじゃないかと、まあ、例えば政務活動の、ね、支払い調書とかに出すのと同じような感覚でですよ、まあ、聞いたことないような話なんですよ。税金払うのは当たり前なんだけども、こういうものを出さないといけないような議会改革委員会に なってしまったということ自体はちょっと恥ずかしい。税金をちゃんと議員が払ってますよというようなことをやりましょうよと、発表しましょうよと。で、全員からね、その納税証明書取ってはどうですかと、まあ、高橋さんが発案されたわけですよ。で、私なんかも大賛成ですと。そうしたときに、それってそういうこと自体がなんか税金払ってないみたいじゃないかという声がパラパラパラっと来たわけですよね。じゃあね、払ってないと思われるのが嫌だったらね、みんなで払いましょう、納税証明書出しましょうよと、こう切り返しましたよね。だから出ないんですよ、結論が。だから今度次回で決める。そんなような話までしないといけないような市議会なんですよ。その代表的な 人がそのね、県議選に出るから私は怒ってるんです。でまあやっぱり観光がメインだと思います。はい、で日向とかですね、やっぱりね、はい、食べ物もありますしね。ここはですよ、なんですか、この放送のこのラインですよね、九十九里の美しいライン、これはちょっと類を見ないすごいところだと思いますよ。多分国際的にも通用するほどの観光の名所だと思います。それを皆さん気がつかなかったという面があって、なんとかこうインターナショナルに気がついていただきたいなという私の願いがありまして、で今後いっぱいこう YouTube とか流していきますので、観光、まあと本業は介護ですからね、これはもう絶対にね及ぶ問題だと思ってるんですよ。介護はねもう全国的に同じですよ。みんな困ってます。ね、一番問題なのはね、要介護者じゃないんですよね、人の問題ですよ。いわゆるヘルパーですね、それが一番大きな問題。だからそうなると外人ですね、ここの問題はやっぱり市のだけの問題じゃなくて国の問題にもなってきますから。ロボットとかなんか言うけど絶対無理です、ロボットなんて介護は。はい、入居したい人がいっぱいいるのに世話する人はいなくて、開業しても1年ぐらい休業なんですよ、休止。これ現実にあるんですよ、こういうのが今現実なんですよ、うん、海沿いに持っていく調子ところね、今できてるところからそのまま海沿いに持っていく、そして調子のもうトンネル作ってぶち抜いて犬まで行くと、そういうまあ、考えはありますね。はい、とにかく観光に対しても道路、ここが解決すべきだと思ってますが、そうすると千葉県全体かなという、朝日だけでは解決できないということで、あれだけのものね、巨額の投資して ああいう殺風景なままね置いておくこと自体が、だけど市ではどうにもならないですよ、県が関わらないといけない。ところが県庁所在地っていうのは千葉市にありますから、ここまでは分からないんですよ、あまりにも遠すぎて。分かってる人間、こっちの人間はやれないというようなことでミスマッチが起こってしまってると、それでまあこれを県に持っていってですね、もう少し有効な利用の仕方、活性化できないものかと、まあ、これはもう前から思ってたんですけどね。観光から介護、子育て、ちょっと港公園の活性化、
港公園いうのも業務委託と連携していますよね。